オイゲン・フリードリヒ・ハインリヒ・ホン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルクの王族、ビュルテンベルク公。ビュルテンベルク公・フリードリヒ二世オイゲンと、その日で、ブランデンブルク・シュベート・ヘン・キョハク、フリードリヒ・ビルヘルムの娘であるフリーデリケ、ドロテア・ゾフィアの間の三男として生まれた。兄に、ビュルテンベルク王・フリードリヒ一世が、すぐ下の妹に、ロシア皇后、マリア・フヨード・ロブナがいる。オイゲンは、 ヨハン・ボルフガング・フォンゲーテの議定にあたる法学者、ヨハン・ゲオルク・シュロッサーに教育を受け、その後プロイセン軍に入隊し、所属する景気兵連隊と共にシュレージエンのエールスに駐屯した。当時、オイゲンの駐屯していた地域は17世紀に枝分かれしたビュルテンベルク家の分家が収めるエールス公爵領が存在していた。ビュルテンベルクエールス公爵家の最後の当主、 カール・クリスティアン・エルトマンは遺言により、オイゲンに原始不動産という形で、カールスルーへの都市と城を譲った。1795年、オイゲンは、黒ウ要塞の司令官に任命された。オイゲンは、イエナ・アウエルシテットの戦いでは、プロイセンの予備役兵で構成された、景気兵連隊の司令官を務め、1806年10月18日に、 ベルナドット将軍の軍隊に敗北している。オイゲンはカールスルーへの城を自分の館に定め、城に劇場と付属の礼拝堂を付け加えた。オイゲンは1806年にカールスルーへ城付属礼拝堂の音楽責任者として招聘した作曲家カールマリア・フォンウェーバーの熱心な講演者になった。オイゲンの同盟の長男は第六次大仏大同盟戦争で目覚ましい。 働きをし、この名声を盾に、カールスルーエ城の劇場を閉鎖し、カール・マリア・フォンベイバーを解雇した。オイゲンは1820年、カールスルーエ城の敷地内に、停心用の邸宅を建てさせた。1820年から亡くなるまで、オイゲンは、王族の一員として、ビュルテンベルク王国貴族院に議席を与えられていた。彼は議会に一度も出席せず、 カール・フォン・ライシャフ派伯爵を代理に立てた。1787年1月21日、オイゲンは、シュトルベルク・ゲーデルン公子、クリスティアン・カールの娘ルイーゼと結婚した。ルイーゼは、ザクセンイコール・マイ・人間公カールの未亡人だった。オイゲンとルイーゼの間には5人の子女があった。ありがとうございます。